戦のデッセルドルフ浮かれすぎだった。ブンデスリーガの昇格プレイオフで3点差のリードを大逆転されて昇格を逃したデッセルドルフだが、公式 X の投稿から初戦の勝利で浮かれすぎた結果敗戦したのではないかと話題になっている。これは浮かれすぎだって。初戦3対0で勝って完全に昇格した気でいたでしょ。選出たちはわからないけど、少なくともスタッフたちは絶対高をくくってたね。昇格ありきの投稿だな。わら完全に黒歴史になってしまった。ボーフムファンからしたらざまあみろって感じだろうな。なおドイツ語公式 X にはボーフム戦敗戦後にこの投稿を嘲笑うコメントが多く見られている。選手たちからするとこういう演出は嫌だろうな。毛抜けるよね。田中碧がビーム出す役なの受ける来季も残留の予兆かな。浅野がこの投稿見てムカついた説あるわら。おっしゃ、ボコボコにしてやろうって。勝ってからこういう投稿すればいいものを X 投稿係の人恥ずかしいでしょ。浅野を怒らせてしまった。